はい、あの白黒が普通なんですけど、白黒のイメージが綺麗な色が2、3だね。最初のやつですね。宿一回目。3年半経ちました。ほぼほぼ対談してますね、トライブメンバーは。いただきました。すごいですね。さあ、テレビジョンをご覧の皆様、こんにちは。EXILE の立花健一です、今回のエキサイト EXILE、こちらの方に来ていただきました。よっ。おおリンナと言います。こう見えて、人間に観察すると50歳ぐらいの、結構もう熟女の域に入るらしいんですけど、綺麗だね。はい、ということで、なぜ今日このゲストが犬だったのかちょっと謎なんですけど、ちょっとあのスタッフさんが気を利かせていただいて、というのもですね、3年半続きましたこのエキサイトエグザイルの連載なんですけども、今月で最終回になります。大変残念なんですけれども、本当に3年半の間にいろんな方々と、まあ、対談させていただきまして、2014年12月からですね、まあ、EXILE トライブメンバーを主に、ね、対談相手として、話させてもらいましたけれども、まあいろんな対談がありましたね。まあ、うん、オリジナルメンバーのお三方と対談したり、まあ第4章が始まった時の、まあ、EXILE の新メンバー、ここにトマトと対談したり、まああとセカンドメンバーと対談したり、本当にまあいろんなあの対談をさせてもらいましたけれども、本当に自分にとって、まあ、いつもプライベートでみんなとこう話すことはあってもですね、こういった仕事の現場で、対談という形でじっくり、向き合って話をするという機会はなかなかなかったので、どうした？あ、そうだよ、そうだよ、今いい話してるよ、そうそう。本当にこういった形で、2人で対談するという企画をすることができて、本当に僕自身勉強になりましたし、EXILE トライブのことを僕ももっと知れましたし、さらに EXILE トライブメンバーのことが大好きになりました。はい、また今後もですね、ザ・テレビジョンさんの方では、まあ、この企画が終わってもいろんな紙面で、まあ、リリースタイミングだったりいろいろ出させていただくとは思いますので、その時にまたぜひ楽しみにしていてくださいね。はいはい、ということで応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。本当に楽しい連載で感謝しております。またいつか皆様にお会いできる日を楽しみにしています。ということで、エキサイトエグザイル最終回、立花健一でした。ありがとうございました。